こんにちは、病気太郎です。今回はコロナウイルスの影響で看護師の子供が保育園を拒否されたことについてお話ししていきたいかなと思います。はい。で、記事ですね。コロナウイルスの影響で看護師の子供が保育園に行くの拒否されたりとか、あと隔離されてたりとかいうことがあって、各地で、医療従事者とか病院で働いているものとしては、差別的でどうなのっていう意見が多いですけど、保育園側の気持ちも分からなくもないっていうのは正直思いました。多分保育園側も受け入れて、でそのもしかしたら陽性かもしれないリスクがある子供を受け入れて、で、子供が感染してしまって、で、その子供が亡くなったらすごい責任問題になってしまうし、あと、その保育園に通っている子供の親とかもやめてくれっていう声が上がってるかもしれないしっていうことで、そういうこと起こるよねっていうのは、正直なことかな。で、病院側の看護師の方も、ありますよね。子供預けられないと働けないし、働きたい意欲があるんだけどっていうところ、今の時代子供一人留守番とかさせるのも心配だしっていうことだよね。あと保育園にとか託児所に預けられないのも不安だしね、働けられないし、でその時の収入なくなったらどうするのって話なので、双方ともに言い分わかるし、この問題どうなんだろうなっていうのも正直な気持ちですね。現金10万円を一律給付してしますって言っても、10万円でまっすぐ消える金額である人は消えちゃうのでっていうところで、落としどころはどこなのかなって思うと、わかんないよね。どうなんだろうっていう感じが正直なところ。そういうところも、政策というか、立てていかないといけないんじゃないかなとすごい思いました。はい。ということで、今回は、看護師の子供が保育園、看護師の子供を保育園が拒否したことについてお話ししていきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。